はい、皆さんこんにちは。というわけでですね、今週は、スニーカーのリリースに行くわけではないんですが、某メーカーのファミリーセールに行こうと思います。はい、奥さんはですね、友達とお買い物に行くそうで、いつも一緒に行くんですけどね、今日は一人で行こうと思います。はい、なんかいいのあると思うね。でその後どっかで古着でもちょっと見て回ろうかなと思っております。はい、なんかいいのあるといいな、本当にね。マッシュフリマで買ったこのコートめっちゃ調子いいですね。渋谷渋谷買いました。いやでもめちゃめちゃ混んでて、あんまりゆっくり見れなかった。心が折れました途中で。まあ小物1点だけ買ってね。まあ、いつもそんなに買わないんですけど、マジで。でも大体いいものは何かしらあるという。いや。さっきレジで気がついたんですが、財布に1銭も入ってませんでした。はい、カードが使えてよかった。ということで、開けてみます。お店がまだ開かないので。じゃあちょっとお金を下ろして銀行に行きます。マジです、300円ぐらいしか入っちゃって焦りました、ね。はい、今電車降りでですね、お金を下ろして、まあ、お店のオープンまで時間があるんで、コーヒーをコンビニで買って飲んでるんですけど、2つ災難がありましてですね、まず銀行出て外に出たんで、こう暑かったからマスクを外したんですね。そしたら落として踏んづけましてもう汚いんでね、顔につけたくないじゃないですか。なんで、まずそのマスクを、100均で買いましたと。はい、100均で買いまして、でその後コンビニより、このコーヒーを買ったんですけど、コーヒーを飲んだ時にですね、ちょっとね、ストローを刺してこうスーッて飲んだらね、飲むのに失敗しました。ちょっと漏らしましたですね、シャツに跳ねる、マスクがこうコーヒーがつくというね、小さい災難が重なりますね。はい、嫌な予感しかしないね。いや、今入店してきまして、お目当てのものがあったんですけど、まさかの前に並んでたお兄さんがそれを狙っててですね、速攻買いました。というわけで僕は買いませんでしたけどね。くそ悔しい。まあいいや、なんか別のいいものにきっと巡り合えるためのことだとつうかなんかね、ほんと不吉な予感が当たりましたね、これはね。そう、コーヒーなんか飲んでないで並んどけよかった。さっき最初通った時前誰もいなかったんですよね。いやー、しくじったな。めちゃめちゃいいアウトだった。めっちゃ悩む、どうしよう。ここ数年ロングばっかり買っちゃって、前の Vlog でもロングのコートをね紹介したと思うんですけど、ショートが欲しいんですよね。ショートがで、ショートがめちゃくちゃいいな。やばい、悩むな。ちょっと腹ごしらえをしてから考えようかな。いつものともちんラーメンは改装中です。12月頭まで改装中らしいですね。今日は違う店にめちゃめちゃ並んでます。ラーメンケンタに行こうと思ったんですけど、めちゃめちゃ並んでたんで、ね、一旦スルーして、ちょっともう一軒行きたいお店があるんで、ね、そこに行こうと思います。はい、今のお店もインスタで見てね、気になってたやつがあったんですけど、ちょっとサイズちっちゃかったですね。いや、レザーシャツのかっこいいのがあったんで見たかったんですけど、ちょっとちっちゃかったですね、残念。ケンタもう一回行ってみようかな。
はい、というわけで、高円寺豚骨ラーメン健太さんに、行ってまいりましたけど、まあこのね待ってる間からで香るこの豚骨がもうたまらんく、食欲をそそりますね。いただきますということでね、もうルックスも素晴らしい、ネギをトッピングしております。でこのスープがまたもう豚骨もド豚骨って感じでね、たまんないですね。このほんとね癖がすごい強いんですよ。で癖が強くて匂いも臭みもかなり強いんだけど、うまい、味がめちゃくちゃこう豚骨の旨味がめちゃくちゃ出てて、このザクザクの細麺も最高でございました。で替え玉をねもちろんしまして、替え玉して味変しようかなと思ったんですけど、もうスープが美味しすぎてね、あのニンニク入れたりするのもったいなくて何も入れずに最後まで食べきりまして、で結局会員ということで、もう大満足。この並ぶのもねよくわかる、名店でございました。皆さんもぜひ行ってみてください。いやうまかった、うますぎた、会員してしまいました。いやそして暑くなったんでコート脱いちゃいました。いやーうまかった。まだ開いてないやん、2時からか、まあ、サファリは一応ね見とかないと。よく行くのがこのゴシックさんですね。軍物が多くてねいいですよ。ゴシックさん本当いつもいいものいっぱいあるんですね。本当全部欲しい。めちゃめちゃ欲しいけどね、あの物がいいんで結構なかなかいいお値段するものが多くてね。いや迷うな。買ってしまいました。黒系のスイングトップみたいなショート丈のアウターを買おうと思ってたのに、まさかのかなり攻めたデザインのライダースを買ってしまいました。ああいう攻めたアイテム買う方がねやっぱね古着の醍醐味ってやつですね、うん、と自分に言い聞かせて。でもねめちゃくちゃかっこいいです。もう超かっこいいの買います。嬉しい。さすがに荷物が重いのでもう今日は帰ります。はい、いい買い物したな。マスク以外、マスクは無駄な買い物ですね。100円だけど。いやー重たい。はい、買ってきました。この辺かな、ドン。はい。この何を買ったか見ていきましょう。ドンと、はい。1点目、これなんだべっていう感じですけど、はい。これなんと実はですね、マフラーです。超大判のマフラー。で、あのマフラーなんですけど、パイル地で、コットンとウールのコンボ素材の、マフラーになってます。で、この素材で、コットンウールなんだけど、パイル地なんで、まあ、パッと見バスタオルですよね。バスタオルみたいな見た目なんですけど、ディテールがすごい可愛くって、この辺、わかるかな？この辺の、ディテールが、いわゆるその、軍物のミリタリーアウターのライナージャケットの、みんな結構ライナー最近1枚で着てますけど、そのボタンのところみたいなこうディテール、ナイロンの切り替えになってるんですね。僕もう何年も同じマフラーを使ってるんですね、冬。で、もうさすがにちょっと飽きてきたなと思ったんで、まあ、新しいマフラー欲しいなと思ってたところなんで、ちょうどよかったんでこれ買いました。はい。ちょっと巻いてみますね。こんな感じで。どうかな？ほらほら、いいでしょ。で、こう、コートの中とかに入れると、こう、適度にボリュームが出て、冬っぽい感じのね。こういうボリュームあるマフラーってほんとめちゃくちゃ風通さなくて、すごいあったかいんですよ。もともと使ってたやつもかなりボリュームあるやつだったんですけど、これもかなりボリュームあっていいっすね。あえてこうやってコートの、外側にこうやって垂らすと。そうすると、こうライナーを下に着てるっぽい感じに見えるっていう。カーディガンかなんかを下に着てるみたいな感じになって。これはこれでめちゃくちゃかっこよくないですか？うん。かっこよ。かっこいいっすね、こうやって着てるとね。これもかっこいいっすね。多分ここに1枚布が入るんでだいぶ暖かくなると思うんですけど、いやこれほんといろいろ使い方がありそうでめちゃくちゃいいっすね。で、あの2点目なんですけど、2点目がかなり攻めたものを買っちゃったんで、ちょっと見てください。もうやばいの買っちゃいました。ドンと、はい、ダブルのライダースですね。ダブルのライダースなんだけど、この袖の切り替え、ここがねやばくないですか。もうブルーで、しかもこれ後で塗ったとかじゃなくて、もともとこれで作られたものらしいです。ブランドはもう全然聞いたことないブランド、 ミラージュって書いてあるんですけど、僕ちょっと存じ上げない、あの古着とかでもあんまり見ない感じのブランドですね、になってて。でもまあこうディテールはいわゆるこのダブルのライダースのディテールなんですけど、まあ、この袖の切り替えがもうやばくてつい買ってしまいました。最近こういう感じの服買ってなかったんですけど、なんか
昔のアンダーカバーとかでありそうなデザインじゃないですか。しかもレザーが多分これ買うレザーじゃなくて、多分ラムレザーだと思うんですよ。柔らかくて、製品表示がなくてちょっとわかんないんですけど、多分この柔らかさとしっとり感はラムかシープスキンじゃないかなと思うんですけど、着てみるとこんな感じですね。やばくないですか？超かっこよくないですか？なんか茶色のキャップだとちょっと邪魔するかなと思ったんで、黒のニットキャップに変えました。はい。これも多分確かノーブランドですね。はい。やばくないですか？超かっこいいんですよ、これ。裏地はキルティングのになってて、サテンのキルティングになってるんで、すごい着やすいですし、あとラムレザーなんでそんなに重たくもないんですよね。柔らかくて着やすいし、でこのブルーの色がもう何しろ綺麗。これとね、多分こうスニーカーはなんだろう、 MIJ のプーマのアトモスのね黒ブルーのやつとか、ロイヤルとか合わせたら多分もうバスッと決まると思うんですけど、超かっこよくないですかこれ。これサイズ感ですよね。このドカンとでかいアームホールとか、身幅も結構たっぷりあって、ライダース意外とこうアームはでかかったり袖とか長くてもちょっと身幅ないなとか、結構こうまあ元々そういうもんなんでね、結構キュッとなっちゃうもの多いんですけど、これかなりたっぷりと身幅もあって、で着丈もねちょうどいい短さですね。結構ガチ、多分ねこれガチのライダースじゃ多分ないと思うんですよ。ガチのライダースだともうちょっと短いかなと思うし、結構ファッションアイテムとしての多分レザーアイテムだと思うんですけど、でまあちょっと袖とかも擦れてるんですけど、この辺も結構味あってかっこいいなっていう、うん、これめちゃくちゃメッケモンだと思いますね。しかも結構お安く買えたんで、いやもうほんといいっすね。高円寺のマタキソーさんっていうお店で買ったんですけど、マタキソーさん普段あんまりこういうの売ってないんですよ。それこそ僕がいつも着てるようなこう、結構マタキソーさんで僕シャツとかパンツとか買わしてもらってるんですけど、こう軍物だったりとか、まあ、ちょっとこう人ひねりある、まあ、この ガチガチのヴィンテージっていうよりはレギュラーとかで面白いものを置いてるお店なんですけど、そこの外のね侵入カラッキーにこれがポンとあって、やばと思って買っちゃいました。超かっこいいな。これさっきのマフラーと合わせてみようか。ほら、かっこよくない？めっちゃいいじゃん。これは超いい買い物しましたね。ほら、T シャツにキャップで、ブルーのデニムとかと合わせるとこれ完璧じゃないですか。ほら、かっこいい。ほら、鏡をちょっと見てますけどね。ほら、あ、かっこいい。ほら。いや、いいな。これほんといい買い物したな。はい、というわけでね、帽子を取ったら頭ぺったんこですけど、はい。もう帰ってきたんで、あとはのんびりと酒でも飲みまして、はい。まあ実はもう朝一杯飲んでるんですけどね、はい。なんならね、あ、うまい。というわけで、まあ今週はこんな感じの週末を過ごしましたと。土曜日ね、明日は天気悪そうなんでね、日曜日なんかすごい雨が降るみたいな話なんで、まあ家でのんびりしようかなと思います。はい、昼ぐらいだけ、昼だけちょっと奥さんと飯でも食いに行って、あとはのんびりしようかなと思います。来週はね、来週は皆さんお待ちかねのヤジョダマンシカゴロスト&ファウンドでしたっけのね、発売日なんで、まあそんなにぶっちゃけ狙ってないんですけど、なぜならば僕はナイキの汚し加工がすごく好きじゃないんで、あんまり、こう、乗ってこないんですけど、まあでもまあシカゴカラーのジョーダン1の久しぶりの復刻っていうところで、まあ一応狙いには行こうかなと思ってるんですけど、ね、アトモスさんでもし本がドレコになるようだったら、まあ並びは行かなくていいかなっていう感じですね、はい。なぜなら、電子書籍で買って読んだんで、はい。なんか、また新たに本買わなきゃいけないんだったら嫌だなと思って。うん。なんか、電子書籍でもいける説ありますけどね。どうなんだろう。頭、髪マジぺったんこだな。うん。まあ、そんな感じで、はい。もし、並びに行ければ行きますんで。はい。現地でお会いできる方いらっしゃいましたらお会いしましょう。はい。今日はそんな感じですね。はい。最近時々こうやって Vlog 上げますけど、どんなのが見たいですよみたいな、リクエストとかあれば、ぜひ、お寄せください。僕ちょっともう、Vlog ってどうやって作ったらいいかよくわかんないんで、ぜひなんかご意見とかいただけたら嬉しいです。はい。そんな感じですね。はい。では、ご意見、ご感想、ご質問等ございましたら、下のコメント欄の方までお気軽に寄せください。今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。皆さん、良い週末をお過ごしください。Peace。